おはようございます、一平です。本日はフィリピン交通事情第3弾ということで、フィリピンのバスを紹介しようと思います。フィリピンのバスには2種類ございまして、オーディナリーバスとエアコンバスです。エアコンバスにはもちろんエアコンもついてますし、 Wi-Fi も使えて、しかも安全ということで、こちらもおすすめしようと思います。それではまずはエアコンバスを捕まえてみようと思います。それではデレッチョ始まります。よろしくお願いします。デレッチョ、あれちょっと難しいやつじゃないですか、止めるの。難しいよ。いやだからそういう上級者編もいると思います。なるほど、うん、あ、満杯でダメでしたねみたいなもん。はい、バスが来ましたね、止めてみます。いやちょっともっとなんかキルキルした。バスに乗ったら、乗車員の方が来ますので、行き先を告げてお金を払いましょう。今回は SM という、スーパーのようなところに行きたいので、SM と一言お伝えします。あ、SM、 先ほどの添乗員のおじさんに行き先を伝えましたら、このようなレシートを、もらえます。でここに値段が書いてありまして、45ペソです。これを払いますと、もうあとは行き先で降りるだけなので、非常に、使いやすい、行き先を言うだけで値段も教えてくれますし、外国人でも簡単に乗ることができると思います。エアコンバスはフィリピンでは、高級な乗り物でして、長距離旅行もこのエアコンバスを使うことで快適に旅をすることができます。乗り心地は日本の夜行バスとほとんど同じですね。まあ、ただエアコンが少し効きすぎているというのと、映画や音楽を流しているんですが、これが非常にうるさいです。夜中でもガンガン鳴らしてたりするので、長袖と耳栓は必要かなと思います。でも何より嬉しいのが、フリー Wi-Fi を大体どのバスでも使い放題だということです。バスに乗っていたら、このように物売りのお兄ちゃんが中に入ってくることもあります。ということで、長距離バス編、エアコンバス編終了です。ありがとうございました。デレッチョ、はいな。オーディナリーバスの紹介です。どのバスに乗ったらいいかわからないときは、とりあえず聞いてみましょう。カルテール。Which bus is going to カルテール。This one. I'm gonna take a ordinary bus. Ordinary. カルテール行きのバスを教えてくれました。先ほどの学校行きのバスを教えてくれました。こちらがオーディナリーバスです。エアコンバスと違って、窓が基本的に開いています。このバスはまだ綺麗な方ですけれども、もっとボロボロなバスがたくさんありまして、特徴は何よりも安いということですね。オーディナリーバスの乗り方は基本的にエアコンバスと同じです。運賃はもちろんこちらの方が、非常に安いので、地元の人々が、より多くの地元の人が利用しますので、正直言って、ちょっとお風呂に入ってない臭い人や、犯罪者
スリーが乗ることは多くありません。お願いしていたところで止まってくれなかったので、ちょっと歩いて海まで戻ります。バスの乗り心地ですが、まあ、正直あまり良くないです。椅子が硬かったり、まあ、風も強いですし、長距離移動には向いてないと思います。それではこの辺でデレッド終了です。ありがとうございます。デレッチョデレッチョバス乗りましょうか。バス乗りましょう。あれバスですよね。あれは間違いなくバス。満タンやなあれ。これですこれです。危ない危ない。あ、荒っぽい運転やね。ごっついっすね。危ない。あ、そう。あ、怖い。怖いな。どっか行った。ここシートから水が染み出してきてます。すごいっすね、これ。あの、皆さん注意してください。これバス乗る時ってあの、今なり波の激しさがある、はい、ほんまですね。旅道場